どうも、ウエスタンドの井口です。大本です。はい、いつもね、ウエスタンドのブチラジっていうのを、ブチラジっていうのやってるんですけど、それとは別に、本当に全部言っちゃえば、まあ、全部言っちゃうスタンスなんで全部言っちゃえば、そうです、そうです。あのブチラジも YouTube に上げてるんですけど、30分は長くて誰も聞かないっていう30分音声を YouTube で聞いてなかなかないし、まあ結構きついですよ、ね、ちょっとチャンネル登録の数もまだまだね、芳しくないんで、短い尺の1分2分のを、なるほど、何かやろうということで、サクッと見れると、スタッフさんがウエスタンドらしいの何かと考えてくれたところ、井口がずっと愚痴を言うっていうのを、これを、まあ、週5ぐらいのペースで上げていこうということで、おー、エレクテルに対抗してエレクテルの、パラレル感で感電パラレル、感電パラレルか、感電ウエランをやりましょう。感電ウエランじゃないけど、まあいい、感電パラレルはいいよ、あいつらの世界観ね、そういうコントやってますみたいな、それに対して僕らのイメージ愚痴って、ドヨーンとしたドヨーンとしたのを、いつもブチラジとかね、スクスク U40、を撮ってる同じ場所で、その準備中に撮るアングルも違うと、アングルだけ違う、これがごちゃっとしてますから今、なぜなら今準備をしてるから、配線をつないでる横でやるっていう、そうなんです、そうなんです。何度か急に他のツインタワーとかがおはようございますって入ってきたり、入ってきたりする、今もね、何度か入ってきたりします。スタッフさんが作業してるのは映ったりするかもしれないですけど、そういうの込みでちょっと1分2分のものをこれから、なるべく頻繁に、楽屋話みたいでいいじゃないですか。楽屋で愚痴しか言ってないのかよってなりますけど、まあまあちょっと言ってないでしょ、気軽な感じでね、聞いていただければと思うんで、ぜひこれもチャンネル登録していただいて、あ、できるんですね。まあ言ってみ、タイトルねつけることじゃないけど、例えばウエスタンドの愚痴ラジ、お、うまいでしょ、うん愚痴のことに関してはどんどん思い浮かびますからね。すごいネーミングセンスがね。だからその落語家さんやん。どういうことで、もうそんなつまんないの載せたくないよ毎日載せるのもちょっと怖いんだよ、お前のそれがあるからね。あ、そうか。毎日いつまた週1、2ぐらいでほぼ送らに行く可能性もありますけど、まあなるべく上げていきますんで、ぜひ、これもチャンネル登録してください、お願いします。よろしくお願いします。